はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。これからですね、大型トレーラーで最も難しいとされる、ちょっと特殊な左バックと呼ばれている方法のバックについて詳しく解説をしながら、実際に動画の中で運転してみたいと思っております。はい、今からですね、大型トレーラーを運転して白く点滅している枠の中に差し込んでいきたいなと思っております。今後ろにこうミラーで見ていただければわかるんですが、大型トレーラーを運転していて、荷物として平ボディの大型トレーラーの上に円筒状のものが乗っかっているというような形態になっております。通常ですね、この状態ですと第三者視点で空中から操作するのが楽なんですけれども、私の場合はですね、実際の仕事と同じような感じで運転席目線でこれからバックを進めていきたいと思っております。はい、このままバックして下がっていきましょう。このトレーラーはですね、欧州車なので左ハンドルです。でバックの形態としては右バックとして右側に降りながら後退していくんですけれども、実際の日本のトラックですとこれが逆バックの体制になっておりますので、まあ、右ハンドルの車でいうところの左バックを行っているというような状態になっております。右側のミラーですね、こちらが映像として出ているんですが、このミラーの映像を頼りにバックさせていくんですけれども、まあ、ご覧いただいているようにですね、これだけ長いトレーラーであれだけ狭い場所に入れようとすると、必然的に大型トレーラーを急な角度で折っていかなければなりません。ですので何が起こるのかというと、自分のトレーラーの一番後ろの部分がミラーから外れてしまうんですね。つまり完全に勘を頼りに刺していかなければならないんです。これが左バック、いわゆる逆バックと呼ばれている形態のバックで一番難しいとされている理由になります。こうやってですね、下がりながら、まあ、右のミラーの後方に映っている白いパネル型のトレーラーですね、牽引部が外されているトレーラーが置いてあると思うんですが、その脇に入れていかなければならないので、その位置関係というものをいろいろな角度からミラーを頼りに把握しておく必要があります。これによって自分のトレーラーがどれくらい折れているのかというようなことを頭の中に常に思い浮かべながらイメージして下がることが大事になってくるわけですね。もうすでにですね、右のミラー、これを見てみると、まあ、横にある白いトレーラーが見えなくなっているのがわかると思います。自分のお尻をなるべく外さないようにミラーを合わせながら走るとこういうような状態になるわけですね。離れないと右側にあるトレーラーが見えてこないのがわかると思います。まあ、これも非常に難しいシチュエーションなんですが、これだけ敷地が広いので、まあ実際のところはですね、一度一回止めた段階で降りに行って、どれくらいクリアランスがあるか、荷物と自分のトラックの間にどれくらい隙間があるかっていうのを目で見に行くことが大事です。決して勘で刺していくと必ずぶつけますので、そういった努力も必要になるわけですね。はい、この状態でまた右の後ろがミラーから外れて消えましたが、今おおよそ自分の位置関係を把握しておりますので、これからですね、少し前に出してもう一度バックをしながら、今度は勘を頼りに見えないところにトレーラーを押し込んでいきます。はい、どんどん折っていきます。こうなるとイメージの勝負です。今見えていないところに何があるのかを、先ほどの自分の位置関係を頭の中で構築しながら想像するんですね。想像力によって後ろに下がっていくんです。この状態ですと自分の想像力以外は頼ることができません。目視で物を見ることができないわけですから、勘で下がっていくんですね。はい、今一度ちょっと深めに刺したので、一回トレーラーを前に出してもう一度切り返したいと思います。きれいに白い枠に入れていきたいですね。少し修正します。このまま再び下がっていきます。トレーラーの長さがありますので、やっぱりどうしても一発で決めるっていうのは難しいですね。見えない部分が非常に大きいので、こうやって小刻みに切り返すことによって自分の位置の相関関係を把握していきます。こうやって左にヘッドを折るときに気をつけなきゃいけないのがフェンスですね。このフェンスの部分にミラーを当てるという事故が非常に多いです。右のミラーばっかりに気を取られていると、反対側のミラーをぶつけるっていうような事故も起こりやすいので、こういった部分で非常に注意が必要なシチュエーションになりますね。見るところがたくさんあります。もう一度一回前に伸ばして切り返していきたいと思います。今ね、もうちょっと後ろにこうバックすればぐーっと右側に触れたんですけれども、まあちょっと説明のためにね、小刻みにこれで出たり入ったりしながら説明していきます。
先ほどのように完全に勘でしか下がれないようなバックのシチュエーションになりますので、非常に経験と練度、これが必要になってくるんですね。はい、グリーンランプがついたのでこれで OK ですね。完了です。はい、完了です。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。まあ、一番トレーラーで難しいシチュエーションとして今回のですね、死角のある左バック、見えないところに刺していくというような技術を挙げさせていただきました。まあ、これもやっぱり経験と技術がものを言うトレーラーのバックの方法ですので、実際の仕事ですとあまりやりたくないようなシチュエーションですね。はい、今後もまた新しい動画をどんどん継続して発信していこうと思いますので、今後も楽しみにお待ちしていただければなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。